シギウナギ科は、ウナギ目にところ属する魚類の分類群の一つ。シギウナギなど、表栄性の深海魚のみ、三属九種が含まれる。加盟の由来は、ギリシア語のネマ及びイクサスから。シギウナギ科の魚類は、太平洋、大西洋、インド洋など、世界中の温暖な海域に広く分布する。水深2000メートルまでの深海を、主な生息範囲とし、 海底から離れた中層を漂って生活する氷栄性深海魚のグループである。日本近海からは二族三種が報告されている。食性は肉食性で、サクラエビなど浮遊性の甲殻類を主に捕食する。特徴的な反り返った口には多くの微細な歯が並び、獲物の体を絡め取るように捕獲すると考えられている。 水深300メートル維新で体を垂直にして、漂い、餌を探索する姿が報告されている。辛いウア雨の仲間に共通する特徴として、ギ魚は、レプトケファルスと呼ばれる、独特の形態をとる。ウナギカギ魚類のレプトケファルスは細長い糸状のビブを持ち、高との間別は容易である。ギウナギネミクシーススコラッパスズ。反り返った、細長い顎が、 本家魚類の特徴である体型は非常に細長く最大で全長1.6メートルに達する。著しく伸びた上下の顎が本家魚類の最大の特徴で互いに反り返った両角は噛み合わせることはできない。上顎は下顎よりわずかに長い。目が大きく側線はよく発達する。肛門は黒杉ウナギ族では胸びれの後方に谷族では 胸びれ直下に位置する。オスは、生成熟とともに、顎が短くなり葉は消失するなど、大きな形態学的変化が生じる。このため、かつては、同一種のオスとメスが、異なる属あるいは別のアモクとして分類されていた、こともある。成熟優は、鼻光が拡大しており、メスのフェロモンを敏感に捉えるための変化と、推測されている。背びれと尻びれの規定は、非常に、 長く、尾ひれと、連続する。シギウナギ族には、ごく細いフィラメント状の尾ひれが存在する。前災外骨をかき、前頭骨は一部のみ融合する。椎骨は、クロシしぎウナギ族及びレイビクシース族では170から220個だが、シギウナギ族では750個を超えることもある。シギウナギ科には、ネルソンの体系において、三族九種が認められている。 本家はかつてアナゴ科、ハモ科を含めたアナゴア目の一員として位置づけられていたが、ミトコンドリア DNA 全長の延期、配列解析により、本家は風船うなぎの仲間から派生し、ノコバウナギ科及びウナギ科と近縁であることが明らかにされた。黒しぎうなぎやバセティナインファンズ。本種は水深4571メートルからの記録がある。ありがとうございます。